地震があったり、台風に、さらされたりと、大変な思いをされているかと思います。もともとよさこい祭りというのは戦後のね、元気のなかった高知をどうにか元気にしようよ、とにかくお祭り騒ぎで元気になろうよというところで始まりました。そんな踊りですから皆さんと一緒に楽しみたいと上総組思っております。よろしかったらお手拍子お足拍子5000円で上総組と一緒にお祭り騒ぎで盛り上がりましょう。さあ踊り子の皆様方、本日最後の演舞となります。盛り上がってまいりましょう。ではでは皆様、よろしかったらお手拍子。秋の沼津のよさこい祭りに熱く楽しく景気よくいざ参ります。勝作組よっはありがとうございました。